では皆さんこんにちは。こんにちは。はい、本日は3月11日。はい。はい、まだね、公立高校の発表は、まだわからないんです。はい。ね、14日発表ということですので、ちょっとね、心を落ち着けて待ちましょう。はい。はい。では、先週お約束した通りですね。はい。1、2年生は、自分の、まあ、次の新学年行くときに、はい、ね、ここで、ちょっとなんか、挽回しといた方が、新学年いいスタート切れるみたいな、コツってありますよね。はい、そうですね。ね、はい、うん、で、まあ、2月にテストやったらば、それが良かった人、悪かった人、はい、によっては春休み、ちょっと、エッジ学科行けっていう話に親もなるじゃないですか。まあまあまあ。ありますよね。あれですよね。春の、春講習会っていうんですか。はい。はい。キャンペーンが、はい、あるはずですよね。はい。はい。ここら辺ちょっと1、2年生の生徒さんと、はい、お父さんお母さんが、はい、参考になるようなちょっと具体的な、具体的な、ね、春の内容を教えてください。はい。はい、まあ、H 学科の方で、こう、季節ごとに講習会やってはいるんですけれども、はい、まあ、夏、冬、春ということでやってはいるんですけれども、まあ、春休み中は、一応、まあ、新中2と新中3の方向けに、津山校の方では、まあ、集団授業の方を実施いたしまして、はい、で、集団授業の方の、まあ、内容としては、今、予習を、予定しております。はい。はい、で、あと、まあ、個別授業も対応可能ですから、個別授業で、まあ、1年通しての、復習をして、で、自分が何苦手だったのかっていうところを、まあ、徹底的に、はい、勉強してって、その苦手を、はい、まあ、なくしていただければなっていうところではあるんですけれども、はい、うん、まあ、新中に向けのゼミかな、集団授業の方では、まあ、今のところ予定しているのは数学でこう、まあ、連立方程式だったり、はい、あと一次関数とか、まあ、最初の方ではないところですね。あの夏以降とかの話になるとは思うんですけども、はい、そういったところも、まあ、予習としてやりたいと思っていて、いろいろやっちゃうってことですね。で、なんでかっていうと結局、公立高校の入試に一次関数がまあ高頻度で出没してくるんですね、いっぱい出てくるので、なので基礎はもちろん応用力をつけましょうということで、はい、数学はそちらをやろうかなと。はい、で、まあ、あと英語、はい。英語についてはもう、これも予習やっぱり、で、文法内容を中心に学校でちょっと、触れにくいところを徹底的にやって、それを、まあ、基礎力っていう感じですね。基礎力を固めるっていう感じになります。で、まあ、新中3生の方々こちらも予習ですけれども、もう入試までね1年切ったっていう感じなんで、はい、もう早期スタートダッシュっていうイメージで、予習3年生予習して早い段階で3年生内容を終わらせて、まああとはまあ最後に復習できるようにっていう形でやっていこうと思います。はい、あ、盛りだくさんですね。はい、盛り盛りです。そうしますと、はい、先取りして英語数学をかなり本格的に予習できちゃうっていう感じですね。そうですね。うん、やっぱり初めて見てハテナってなるよりも、先にちょっと触れちゃうと、本番の教科書の順番になってきた時、理解度は全然良くなるはずですよね。そうですね。そういうようなことがこれ春の段階で、次の学年のこれ必勝法じゃないかと。そうですね。はい、はい、そこのところが受験に直結してくる、はい、項目っていうんですかね、そういう大きいテーマが登場してくるタイミングになってくると思うので、はいはい、今やっとけば、スムーズに、点数取れて、で受験でもその問題を落とさないみたいな、そこまでがなんか美しい流れですよね。そうですね、はいはい、っていうことがまずは今1、2年生春、ね、ぜひ取り組んでみてほしい。はい、はい、街ナビ見てもらうと、ね、お得なクーポンがついてますから。ああ、ほんほんほん、確かにね、ついてましたね。はい、ですのでぜひお父さんお母さん、街ナビゲットしてですね、クーポン活用してください。はい、はい、なぜね、もう電気代もガソリン代も高いじゃないですか。すごいですね。それで給料も上がる約束だったのに、あ、追いついてくるのはやっぱり
ずっと先なんですよ。うん、うん、都会の大企業の話ですからね、はいはいはい、何パーセントアップなんていうのね、うん、ですからね、ここのところはちょっとうまくやりくりしてもらってですね、うんうん、授業料をお得にクーポンも使っていただきたいなという、はい、応援です。はい、はい、それでは、次の週が、公立高校の発表後と、はいはい、なってきます。18日分に続きます。はい、また見てください。はい、お願いします。